サベージ駅の戦いは、南北戦争序盤の1862年6月29日、バージニア州ヘンリコ軍で7日間の戦いの4つ目の戦いとして起こった戦闘である。北軍の主力ポトマック軍は、ジェームズ川に向けて全軍撤退を始めていた。南軍ジョン・マグルーダー少将は3個旅団を率いて、鉄道とウィリアムズバーグ道路に沿って追撃し、 サベージ駅近くで北軍の後衛、エドウィン・ブイ・サムナー少将の第二軍団を攻撃し、一方、ストーンウォール・ジャクソンの師団は、下ホミニー川北岸で立ち往生していた。北軍は、ホワイトオークシッチを渡って撤退を続け、多くの武士や野戦病院にいた2500名以上の負傷兵を放棄した。 7日間の戦いは6月25日にオークグラブの小さな戦いにおける北軍の攻撃で始まったが、南軍のロバート・イーリー将軍とその北、バージニア軍が6月26日のビーバーダム、クリークの戦い、6月27日のケインズ・ミルの戦い及び6月27日と28日のガーネッツ・ゴールディングズ・ファームの小戦闘と一連の攻撃を始めると、 北軍ジョージ・マクレラン少将のポトマック軍は急速に主体性を失った。ポトマック軍はジェームズ・川に向けて全軍撤退を継続した。マクレラン軍の大半がリッチモンド・アンド・ヨーク・川鉄道のサベージ駅近くに集結しホワイト・オークシッチを抜ける難しい航軍のための準備をしていた。マクレラン自身はゲインズ・ミルの戦い後に核軍団に撤退中の動きについて 指示を残さず、また副指揮官を指名することもなく南のマルバンヒルに移動していたので、北軍は統率された指示もないままに動いていた。北軍兵は抵抗できないものすべてを焼却するよう命令されたので黒煙の雲が辺りを包んでいた。北軍の指揮は急降下しており、特に負傷兵は軍隊の他の兵士たちと共に、サベージ駅から引き上げられないと認識したために、なおさらだった。 リーは、マクレラン軍を追撃し破壊するために複雑な作戦を立てた。ジェームズ・ロング・ストリートと AP ・ヒル各少将の師団は、一旦、リッチモンドの方向に戻り、続いて、南東のグレンデールの交差点を目指す、セオフィラス・ H ホームズ少将の師団はさらに南を目指して、マルバーンヒル近辺に向かう、ジョン・マグルーダー少将の師団は、ウィリアムズ・バグ道路と、 ヨーク川鉄道に沿ってまっすぐ東に向かい、北軍の後衛を攻撃すると命令された。ストーンウォール、ジャクソンの師団は、DH ヒル少将と、ウィリアム HC ホワイティング准将の各師団と共に地下ホミニー川の橋を再建し、すぐ南のサベージ駅に向かい、そこで、マグルーダー隊と合流して北軍に強打を与え、北軍が交代しながら戦わざるを得ない状況に、 追い込むものとされていた。サベージ域におけるマクレラン軍の後営は、エドウィン・ v サムナー巡将の第2軍団、サミュエル・ p ハインツェルマン巡将の第3軍団とウィリアム・ B フランクリン巡将の第6軍団で構成されていた。マクレランは自分より上級の将軍であるサムナーが無能であると考えていたので、誰も後営を指揮する者を指名していなかった。 両軍の最初の接触は6月29日午前9時に起こった。サベージ駅から西に約2マイル、アレン氏が所有する農園と果樹園で、ジョージ・ T ・アンダーソン巡将の旅団から、ジョージアのニコ連隊が、サムナー軍団のペンシルベニアニコ連隊と交戦し、約2時間の戦闘で損失28名を出したが、ペンシルベニア連隊には119名の損失を出させた。 損失の中で最も上級の者のは南軍のリチャード・グリフィス准将であり、砲弾の破片で致命傷を負った。マグルーダーは消化不良の発作を抑えるためにモルヒネを服用していたと言われており、混乱して優勢な軍隊に攻撃されるのではないかと心配した。マグルーダーはリーに援軍を要求し、リーはベンジャミン・フーガー准将の師団からニコ旅団の発見を 命令したたがが午後2時までにに交戦するることとなけければ戻っってくるようにというい条件付けだった一方、ジャクソンは D の作戦通り進軍していなかった。地下ホミニー川に架か,かる橋を再建するために時間をかけており、D の参謀長から川の北岸に泊まりとか地点を守るべきと信じさせるわけのわからない命令を受け取っていた。南軍作戦のこの失敗も、 国軍側でもそれに見合うことが起こっていた。ハインツェルマンはその軍団が、サベージ駅を守る必要がなく、サムナーとフランクリンの軍団だけで十分だと一人、合点してしまい、二人の将軍に知らせることもなく、軍隊の他の部隊と共に退却することに決めた。マグルーダーは午後2時に、フーガー師団からの二個旅団を諦めざるを得ず、事態1万4000名でサムラーの2万6600名を、 攻撃するという難題に直面した。午後5時までためらった後で、ジョセフ B カーショー巡賞を、左手、ポール J セムズ巡賞を、中央、ウィリアム・バークスレール大佐を右手にして、わずか2個半の旅団を送り出した。フランクリンとジョン・セジウィック巡賞は、サベージ駅の西を偵察していて、カーショーの旅団が前進してくるのを見つけた。彼らは、最初それが、 ハインツェルマン軍団の兵士だと思ったが、すぐにその誤りに気づいた。このことで、ハインツェルマンが、知らせもなく出発したことが初めてわかり、サムナーなどは特に激怒して、翌日、ハインツェルマンと口も聞かなかった。北軍の大砲が砲火を開き前将兵が前進して、攻撃部隊を迎えさせた。マグルーダー隊の攻撃には初めて戦闘に使われる。 武装鉄道砲台を伴っていた。6月初めに、リー将軍は、マクレラン軍の包囲戦が近づいていることへの対抗を期待して、鉄道と自軍の武器を使った大砲を工夫させた。32ポンドブルック海軍史上砲を使い、線路を使った傾斜のある方角で覆い、相性を陸のメリマクとした。機関車で後押しされ、行軍する不評隊と同じ速度で進んだ。 しかし、北軍の砲手が所有する、どんな大砲をもしのぐこの印象的な武器をもってしても、マグルーダーが、はるかに優勢な敵軍に向けてその小さい軍隊の一部を送るという判断の結果は、予想通りだった。北軍で最初に戦闘に入ったのは、セジウィック旅団の一個連隊、ウィリアム・ W ・バーンズ巡将が率いる、フィラデルフィア連隊だったが、その防御船は、 前面のカーショーとセムズのニコ旅団を相手にするには、不適切であることが分かった。サムナーは戦闘のこの時点で蒸気を識した動きをしており、手当たり次第に戦闘に突入する連隊を選んでいた。バーンズのニコ連隊を送り出し、続いて、セジウィック師団の他の旅団から第一、ミネソタ不評連隊を送り、最後は、イズラエル・ビー・リチャードソン・ジュンショーの師団の異なるニコ旅団から、 それぞれ1個連隊を送った。これらの部隊がべて前線に到着する時までに、両軍はほぼ同勢力となり、それぞれ2個旅団となった。マグルーダーは、その攻撃について控えめだったが、サムナーも同じくらい、控えめだった。サムナー指揮下の軍団には26個連隊があったのに、わずか10個連隊しか、サベージ駅の戦闘に参戦しなかった。戦闘は、 流血の多い膠着状態となり、暗闇が訪れ、激しい雷雨が襲ってきた。陸のメリマクが北軍の前線を砲撃し、その砲弾のいくつかは、戦場後方にあった野戦病院まで届いた。この夜最後の行動は、ウィリアム F ・ボールディ・スミス准将師団、ウィリアム TH ・ブルックス大佐が指揮するバーモント旅団によるものだった。 ウィリアムズバーグ道路の南面を保持しようとして、バーモント旅団は森の中に分け入り、殺人的な重火に遭遇してこの日の戦闘に参加した旅団の中でも最も多い損失を出した。バーモント旅団全体で439名の損失を出し、中でもルイス・エーグラント中佐が指揮する、第5バーモント連隊は428名中209名が損失となった。 この戦闘は両軍合わせて約1500名の損失を出す引き分けとなったが、北軍はすでに負傷しており、野戦病院が引き上げられた後に残されて捕まった2500名がいた。ストーンウォール・ジャクソンは最終的に6月30日の午前2時半頃までに川を渡ったが、リーが期待した北軍を潰すことにはあまりにも遅すぎた。ポトマック軍の大半は6月30日までに、 妨害もなく、ホワイトオークシッチを横切った。リー将軍は、マグルーダーにあてた伝言で、私は、あなたが、今日の敵の追撃で、ほとんど進展がなかったことを非常に残念に思う。我々の勝利の果実を摘み取るためには、追撃が最も活発に行われるべきである。我々はこれ以上時間を費やしてはならない、さもなくば敵は、完全に逃げてしまうだろうと叱責した。しかし、 この失われた機械の責任は D 自身の作戦本部でのお粗末な参謀の仕事とジャクソンの攻撃とは程遠い行動とに平等に分けられるべきである。7日間の戦いは6月30日のさらに大きなグレンデールの戦いとホワイトオークシッチの戦いへと続いた。ありがとうございます。